オレグ・ゲオルギエビチ・フェドセイフは、ソビート連邦、モスクワ出身の元陸上競技選手。三段飛べの元世界記録保持者。1964年東京オリンピックの銀メダリストである。当初は、総幅飛びの選手として活躍し、1956年メルボルンオリンピックと1958年、ストックホルムヨーロッパ選手権で、それぞれ8位に入るなどの実績を残した。 その後、三段飛べに切り替えた。1959年5月3日、成地区で開催された、競技会の男子三段飛べにおいて16メートル70の世界新記録を樹立し、同じソビエト連邦のオレグ・ライオコフスキーが1958年7月28日に作った、従来の記録を11センチメートル更新した。この記録は1960年8月5日に、 ポーランドのヨゼフ・シュミットが 17m03 をマークして更新した。1964年10月16日、東京オリンピック男子三段飛べでは、オリンピック新記録で優勝したヨゼフ・シュミットに 27cm 及ばなかったものの、16m58 で銀メダルを獲得した。ありがとうございます。